宇宙航空研究開発機構、国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構、宇宙航空研究開発機構、英 a 省、ジャパンエアロスペースエクスプロレーションエージェンシー、JAXA は、日本の航空宇宙開発政策を担う研究、開発機関である。内閣府、総務省、文部科学省、経済産業省が共同して所管する。 国立研究開発法人で同法人格の組織では最大規模である。2003年10月1日付で日本の航空宇宙3機関文部科学省宇宙科学研究所 ISES 独立行政法人航空宇宙技術研究所 NER 特殊法人宇宙開発事業団 NASDA が統合されて発足した。本社は東京都調布市旧、 航空宇宙技術研究所の現在の法人設置における根拠法令になる国立研究開発法人宇宙航空研究開発機構法4条によれば本法人の目的は以下の通り大学との共同等による宇宙科学に関する学術研究宇宙科学技術宇宙に関する科学技術を言う略に関する基礎研究及び宇宙に関する 基盤的研究開発並びに人工衛星等の開発、打ち上げ、追跡及び運用並びにこれらに関連する業務を宇宙基本法第2条の宇宙の平和的利用に関する基本理念にのっとり総合的かつ計画的に行うとともに航空科学技術に関する基礎研究及び航空に関する基盤的研究開発並びにこれらに関連する業務を 総合的に行うことにより、大学等における学術研究の発展、宇宙科学技術及び航空科学技術の水準の向上ならびに、宇宙の開発及び利用の促進を図ることを目的とする。JAXA は国の行政改革の一環としてのみならず、各宇宙機関の連携不足を解消して、相次ぐ失敗により失われた。 日本の宇宙開発に対する信頼回復をするために発足した組織であるが、動向直後に臨んだ HEA、ER、ロケット6号機、元は事業団が9月中に打ち上げる予定だったが、上昇途中にトラブルを起こし、地上からの指令で爆破される結果に終わった。さらに、宇宙科学研究所が打ち上げた火星探査機、望みを火星周回軌道に乗せることにも失敗し、発足後は、 試練の連続となった。二千五年、平成十七年二月二十六日には、HEA ロケット七号機で、ひまわり六号の軌道投入に成功した。七月十日にはミューファイブロケットによる、x 線天文衛星スザクの打ち上げにも成功した。x 線天文学は日本が世界をリードしている、宇宙科学分野である。10月10日には小型。 超音速実験機 NEXT-1 による飛行実験に成功した。2006年、平成18年には1月から2月にかけての1ヶ月以内に初めて連続3機のロケットを打ち上げた。この際打ち上げた陸域観測衛星第1は災害監視に活用され、赤外天文衛星明かりは宇宙科学の発展に貢献している。 またひまわり7号は1990年、平成2年の米国との衛星調達協定以降、初めて成功した国産商用衛星であった。同年には太陽観測衛星費の出が打ち上げられ、翌2007年12月にはアメリカのサイエンス誌において様々な新発見を掲載した日ので特集号が刊行された。2007年、 平成19年9月に打ち上げたかぐやは、月面の HD 画像を地球に送信する、と、アポロ計画以来世界最大規模の月探査を成功させ、2009年2月にはこの成果をまとめた、サイエンス誌、かぐや特別集合が観光された。前身のアイセスが2003年、平成15年に打ち上げたハヤブサはやぶさは2010年、平成22年に地球に帰還し、 小惑星からのサンプルリターンを世界で初めて成功させ、2008年7月と2011年8月にサイエンス誌でハヤブサ特集号が刊行された。また、同2010年に打ち上げたイーカロスは宇宙空間での太陽母高校を世界で初めて成功させた。世界初の成果を得たハヤブサとイーカロスはギネスブックに登録された。2008年。 平成20年からは希望宇宙実験棟の運用が始まり、2009年、平成21年には HIIB ロケットの打ち上げと宇宙ステーション補球機による国際宇宙ステーションへの物資輸送を成功されたことで80年代から続けられてきた日本の国際宇宙ステーション計画において大きな成果を収めた。また、ナスダ時代から引き続き、 スペースシャトルやソユーズを利用して、有人宇宙飛行事業を見している。2013年、平成25年に、打ち上げシステムの革新により、低コスト化を図った、固体燃料ロケットのイプシロンロケット試験機の打ち上げに成功し、2014年、平成26年度からは次世代機関ロケットの H3 ロケットの開発も始まっており、次世代へのロケット技術の継承。 発展が進められている。また、コスト削減や打ち上げの商業受注を目指して、2007年に HEA、ER、の、2013年に HIIB の打ち上げ業務の大部分が三菱重工へ移管されており、2015年、平成27年11月に日本初となる純粋な商業打ち上げとなるカナダの通信衛星の打ち上げを HEA、ER、ロケット高度化適用機体で成功させた。 2015年、平成27年12月には、2010年、平成22年5月に打ち上げた赤月を、金星の周回軌道に投入することに成功した。これは、日本初となる、地球以外の惑星周回軌道への探査機、投入成功をあった。ここでは、JAXA が開発した、宇宙機の打ち上げ、もしくは JAXA の衛星打ち上げロケットによる、打ち上げのみを列挙する。 h e ジ・ロケットは13号機から、h IIB ロケットは4号機から打ち上げ業務のほとんどが三菱重工に移管されたが、打ち上げ安全管理業務は JAXA が責任を負う。打ち上げが予定されているロケットと衛星、探査機、状況に合わせて順番などは変更されることがある。航空技術部門、旧航空宇宙技術研究所が保有する。 実験用航空機飛行システム分野における実証研究を飛躍させることと先進的航空技術の発展に寄与することを目的に開発され幅広い高度、速度やいろいろな飛行特性に応じた飛行実証を行うことができるようヘリコプター、プロペラ機、ジェット機の3機を保有している。退役1999年から2013年に運用された 実験用ヘリコプター。ミュープルイプシロン、ミューパルイプシロンの愛称が存在した。JA-21ME、定置場所は、調布航空宇宙センター1962年に、航空技術研究所、航空宇宙技術研究所の前身の実験用、航空機として収益し2011年に老朽化のため退役した。JA-5111、定置場所は、 調布航空宇宙センター2007年に中国機 N67933 を導入しドリームズ次世代運航システムプロジェクトの技術実証機として運用プロジェクト終了に伴い2015年に売却 j、JA、a 三十六 a k 2 0 1 0年平成22年度の宇宙開発予算を先進国の宇宙機関同士で比較するとアメリカ航空宇宙局 NASA が約1兆7、597億円。さらに同規模の予算がアメリカ合衆国国防総省から支出。2009年度の宇宙開発予算総額は約4.6兆円。欧州宇宙機関 ESA が約501800円。2007年度の宇宙開発予算総額は約8000円であるのに対し、 ジャクサの実質的な予算額はわずか1、800億円と NASA の10分の1程度である。なお1、800億円という額は内閣官房予算で開発される情報収集衛星 X の毎年約400億円のジャクサ分自宅費用を除外した額であり、これを加えた場合のジャクサの予算は約2、に200億円。多省庁の予算も含めた宇宙開発予算総額は3。 390億円になる。ロケットの開発費で比較すると、前任者から改良開発された NASA のデルタ4の開発費はに750億円、アトラス V の開発費はに420億円であるのに、対し HE を技術的基盤に同じく改良開発された HE あと HIIB の開発費合計額は約1。 8002億円であり2機種合わせても1000億ほど安く開発されている。さらに、前身のナスダを見ても、前段新規開発されたイーサの主力ロケットのアリアン5シリーズの開発費、約8、800億から9、900億円に対し、同じく前段新規開発された HE の開発費は2、700億円で3分の1以下である。人員で比較すると、 アメリカの約4万3500人、NASA 約1万8500人、アメリカ戦略軍約2万5000人、欧州の約1万195人、ESA 約1900人、CNES 約2400人、DLR 約5600人、ASH アア約250人、BNSC 約45人、インド宇宙研究機関の約1万3600人に、対して JAXA は、 NASA の10分の1以下の1571人である。なお弱さ発足以降、人員は前言傾向にある。各省庁ごとに分かれている宇宙開発政策を統合して一元的な宇宙開発を推進することを目的として、2008年8月27日に宇宙基本法が施行され、内閣に日本の宇宙基本計画における 最高戦略決定機関なる宇宙開発戦略本部が設置されている。本部長は内閣総理大臣、副本部長は内閣官房長官と宇宙政策担当大臣、本部員は全ての国務大臣が務め、日本の宇宙開発における基本方針となる宇宙基計画を策定する。宇宙基本計画に付帯される宇宙基本計画工程表では、 JAXA も含めた日本の宇宙機関が行う宇宙機の開発と打ち上げの今後の長期的なスケジュールが示される。事務機能は工術の内閣府の宇宙開発戦略推進事務局が行う。2012年7月13日に宇宙政策の立案と各省官の統合調整を行う宇宙審議官を長とした要員数約30人の宇宙戦略室が 内閣府のもとに発足した各省や JAXA 等の官側の司令塔的存在となる宇宙戦略室は宇宙開発に関する企画立案と各省の調整を行い宇宙政策委員会に策定した宇宙開発計画を報告し調査と審議を受けていた宇宙戦略室長は内閣官房の宇宙戦略本部事務局の事務局長代理を兼ね 宇宙戦略室の一部の幹部は宇宙戦略本部事務局付の事務局員でもあった。2016年4月1日に内閣官房のスリム化の一環として宇宙開発戦略本部事務局が廃止されて内閣府の宇宙戦略室が宇宙開発戦略推進事務局に改組されて宇宙開発戦略本部の事務機能も受け継ぐことになった。順天長衛星システムは 内閣府が所管することから宇宙開発戦略推進事務局内には順天超衛星システム戦略室が設置されている。2012年7月11日まで JAXA は文部科学省に付随する審議会である宇宙開発委員会最初は1968年に総理府に設置により宇宙開発計画の審議と評価を航空科学技術委員会により航空科学技術 研究計画の審議と評価を受けていた。2012年7月、宇宙戦略室の発足とともに、文部科学省宇宙開発委員会が廃止され、宇宙開発戦略本部の本部長の内閣総理大臣の諮問を受けて、宇宙開発計画の妥当性の審議や、各省や宇宙機関への勧告をう、7人以内の非常勤の有識者により構成される宇宙政策委員会と、 同院営げの各部会も内閣府のもとに発足した。また JAXA を所掌する省庁別で見れば宇宙開発委員会が廃止された文部科学省においては科学技術学術審議会の研究計画評価分科会宇宙開発利用部会と航空科学技術委員会が本法人の研究発に対する審議と評価を行うほか2015年 平成27年度以降は JAXA を所掌する総務、文部科学、経済産業の拡張化に共通して設置された、国立研究開発法人審議会の宇宙、航空研究開発機構部会内閣府宇宙、政策委員会のもとに設置された、国立研究開発法人宇宙、航空研究開発機構分科会も、本法人全体の審議と評価を行う。 JAXA はこれらの機関の指導、監督を受けて、宇宙開発の実務に当たることになる。以下に2015年、平成27年度末の主な審議、評価機関を列挙する。以下の各部が管理業務を行い、各部門ごとに、下部組織に分かれ各研究テーマや、開発業務を行っている。2016年3月1日時点。電波通信施設を下流受け運用中。 2011年8月11日に JAXA 職員用パソコン1台が異常を検出、同月17日コンピュータウイルスに感染していることが判明した。その後このウイルスを駆除しても異常が続いたため、継続して調査した頃、別の新種のウイルスも情報を収集していたこと、7月6日から8月11日までに外部に情報を送信していたことが判明し、 この事実を2012年1月13日に発表した。漏洩した可能性のある情報は端末に保存されていたメールアドレス、宇宙ステーション補給機、HTV の使用や運用に関連する情報、当該端末からアクセスしたシステムへのログイン情報である。感染経路は2011年7月6日に職員宛に送られてきたメールの添付ファイルを 新種のウイルスが仕込まれた標的型攻撃メールと気づかずに職員が開けたことによるものであるとされた。この標的型攻撃メールは職員の知人の送信者名で職員を飲み会へ誘う、懸命で送信されていた。2012年3月27日に調査結果が発表され、当該端末の中に入っていた情報及び当該端末が業務中に表示した。 画面情報が漏えいしたが、当該端末内に機微な情報が保存されていなかったこと、並びに、当該端末では、当該期間中に、HTV の使用や運用に関する機微な情報が扱われていなかったこと、当該端末からアクセスしたシステムへのログイン情報が漏えいしたが、当該端末内に機微な情報が保存されていなかったこと、並びに、当該端末では、当該期間中に、 HTV の使用や運用に関する機微な情報が扱われていなかったこと、メールアドレスの個々の漏洩は特定できなかったことが明らかにされた。2012年11月21日、社内ネットワークに接続されたつくば宇宙センターの職員業務用パソコン1台でコンピューターウイルスを検知、28日にこのパソコンがイプシロンロケットの使用や運用に 緩和情報及びイプシロンロケット開発に関連するミューファイブロケット h e やロケット及び HIIB ロケットの使用や運用に関わる情報などの情報を収集し外部に送信していた可能性があることが判明しこの事実を同月30日に発表した同30日は三菱重工も宇宙事業関連情報が新型ウイルスにより 外部に流出していた可能性があることを発表した。2013年2月19日に調査結果が発表された。情報流出の原因となったウイルスの感染経路は、東日本大震災の4日後の3月15日に、送られてきた被災者への支援金給付の案内を、装った、なりすましメール添付ファイルを、それと気づかずに職員が開けたことにあった。 感染した端末に保存されていた情報は2011年3月17日から2012年11月21日までの1年5ヶ月間、外部に送信され続けていた。2013年4月18日に JAXA のサーバーの定期検査を行ったところ、4月17日、深夜に何者かが、筑波宇宙ステーションに勤務する職員の ID パスワードを使って不正にサーバーに侵入していた。 ことが判明した。また、これにより、国際宇宙ステーション、日本実験船、ね、希望の運用準備に使われる、参考情報、希望運用関係者の複数のメイリングリストの情報が流出した可能性があることも反し、JAXA は、この事実を同月23日発表した。産経ニュースによると、不正なアクセスは、日本と中国からあり、漏洩した可能性のある情報は、 希望の作業手順書など18件と、JAXA や米航空宇宙局、NASA の職員らのべ約190人のメールアドレスリストとのこと。JAXA 発足以来、空に挑み、宇宙を開くが使用されてきたが、JAXA 発足10周年を記念して、2013年10月に新たに、Explorer 2 Realize と定められた。JAXA が2004年、 平成16年末から2005年、平成17年夏にかけていった、JAXA 宇宙の音楽募集キャンペーンで募集した曲の中から審査員や一般投票による審査の結果、グランプリとなった E、ベカイ、ボーカルカワイユのラジオエミッションが JAXA のイメージソングに採用された。また、他の最終審査会出場の作品と共に公開されている。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。